10月27日はテディベアスデー。アメリカの第26代大統領セオドア・ルーズベルトの誕生日ね。1858年10月27日、セオドア・ルーズベルトの愛称がテディなんだけど、テディベアはセオドア・ルーズベルトに由来するクマのぬいぐるみよ。セオドア・ルーズベルトって大のハンティング好きで、中国でパンダが発見された時なんかも自分は最初に撃ち殺しに行くとか言ってたそうよ。ちょっと引きかじっただけの話でソースが出せないんだけどね。セオドア・ルーズベルトが1902年の秋に熊狩りに出かけたの。でもさっぱり獲物を仕留めることができなかったわ。そこで同行したハンターが子熊を追い詰め、セオドア・ルーズベルトにとどめを刺すように促すんだけど、瀕死の子熊を撃つのはスポーツマンシップに戻ると言って拒否したとというのよ。このハンティングに同行していた新聞記者はセオドア・ルーズベルトのスポーツマンシップに痛く感銘し、ワシントンポストにそのことを書いたのよ。そしてこのエピソードはアメリカ市民の心を打ったようで、ニューヨークのおもちゃメーカーがクマのぬいぐるみを作ってテディと名付けたの。セオドア・ルーズベルトの愛称ね。同じ頃にドイツのスタイフ社のクマのぬいぐるみが大量にアメリカに輸入されて、テディベアの名前が一気に広まりました。テディベアズデーはテディベアコレクターの間で作られた記念日ね。世界中で心の支えが必要な人たちにテディベアを贈る運動が行われているわ。日本テディベア協会でもテディベアズデーにテディベアの展示会を行ったりするわね。特に今年はテディベア誕生120周年にあたるため各地で展示会を行うわ。テディベアはセオドア・ルーズベルトが瀕死のコグマを撃ち殺さなかったことに由来するけど、コグマが瀕死じゃなかったら躊躇なく撃ち殺しているってことよね。お膳立てされて瀕死のコグマを撃つような惨めなことはしたくないってだけで、別に優しさから来るような行為でも何でもないのよ。文化が違うからあまりどうこう言うのもはばかられるんだけど、セオドア・ルーズベルトはスポーツ感覚で動物を撃ち殺すことが趣味なのよね。コグマは一方的に殴り殺しにされた挙句にとどめを拒否されている。お姉さんにはセオドア・ルーズベルトが称えられるような要素っていうのが微塵も見当たらないんだけどな。10月27日は他にもこんな記念日に制定されています。気になるのがあったら本編動画も参照してみてください。